アイアンの場合は左上から下にこうダウンブローを強めに打っていったイメージに対して、ドライバーに関しては体を右に残して下から上に動く動きを強めているので、この両極端をすると真逆のスイングをしているような感じ。はっきりしましたね、はい、個性を出さずにノーマルに打っていく場合は全部一緒。一緒でもダウンブローを強めるのか、うん、アッパー軌道を強めるのか、うん、それぞれによって多少やっぱり変わってくると。そう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 。でも腰から下の動きは変わらない、うん、はい。僕今ドライバーとアイアンを打ってみて、うん、はい、これ長らく言われてる問題なんですけど、はい、ドライバーとアイアンのスイングが一緒、うん、もしくは違う問題あるじゃないですか、はいはいはい、これをいよいよ今日解決していただきたいんですけど、はい、一緒なんですか、一緒じゃないんですか。基本的には一緒っていう風に捉えてもらっていいですし、基本的なスイングを作る上では同じ、ボールの位置とかそういう部分でヒットする場所が変わることによってダウンブローになったりアッパーになったり、はい、位置ですよね。そうですね、ボールが中にあるアイアンの方はダウンスイングの時にボールに当たりやすいのでダウンブロー、うん、ボールを左のつま先の方に置くドライバーに関して、そしてティーアップされているボールを打つことによってアッパーの時に当たるのでドライバーはアッパーみたいな感じで、基本的なスイングはどっちかというと、まあ、しっかりダウンブローにダウンスイングが入ってきてっていうところでは変わりはないと思います。変わりはないんですよね、はい、でも、まあ、この動画をご覧の方もそうですし、はい、今僕も長らく思ってるんですけど、はい、どうしてもこれとこれのスイングが同じだとはね、はい、思えなくてですね、はい、これを徹底的に解説していただきたいなと思うんですけど、はい、スイングというよりも特徴を誇張する、例えば私もアイアンでめちゃくちゃここはピンデッドに絶対曲げないボールを打つとか、絶対スピン量を上げて打つとか、そういうイメージに行く時にはめちゃくちゃダウンブロー寄りのスイングになるので、ダウンブローアッパーが平均的にいいスイングからダウンブロー強めのスイングにアイアンが触れてくる、次ドライバーはちょっとここ飛ばすぞっていう捕まえたボールを打つっていう場合はアッパー強めの方に行くとして、じゃあこの誇張されたスイングを比べると全然スイングは違うくなってくると思います。基本的には同じだけど、はい、まあ、このボールが右側ですよね、はいはい、でダウンブローを強めるの か左側にあって、はい、アッパーを強めにするのか、はい、どっちかに振れば振るほどスイングは、はい、変わってくる、変わってくる、変わってくる、どう変わるんですか。例えばじゃあアイアンからいきますね。アイアンの、まあ、ノーマルなスイング、まあ、フルスイングを基本として一番私がノーマルなスイングですね、はい、もちろん私のスイングはもうダウンブローをしっかり作っているスイングなので、アイアンの入射角とかそういうのもすごくいい感じには入ってきてるんですね。これでダウンブロー強めでスリークォーターショットっても言うんですけど、絶対ピンにしっかり狙いたいっていう時のスイングの場合、ちょっとスイングもコンパクトになりつつボールも低めっていうスイングに変わってきます。フルスイングでは、まあ、こうセンターでしっかりと回転だけで捉えてたスイングからダウンブローを強めっていうと右にしっかり乗ったトップで、これもちょっとコンパクト気味にしてるんですけど、コンパクトだけど体重はしっかり乗ったところから左に回転もしてるんですけど、左にしっかり体重を上から下の左の土踏まずのところにグッと乗せながら回転するような、本当にダウンブロー強め、ボールを上から下にちょっと押さえつけるようなスイングにちょっと転換します。少しその傾向が強いってことですね、はい、今までは本当このここだけで回転しながらノーマルに打ってたのをこういうちょっと前にターフも取っていくような昔でいうパンチショットみたいなスイングに変わっていきます。まあ、ドライバーに関して言ったらとりあえずノーマルに振りますね。
これが私のノーマル、まあ、本当全身を使って、これもやっぱりどっちかというともう体の回転をイメージします。だけどちょっと飛ばしたいってなった時、私たちの飛ばしたいはあんまり変わらないんですけど、ちょっとこうイメージの中でここはランを多く出したいなとか、うん、飛ばしたい時ですね。これめっちゃ今振りに行ったスイングなんですけど、まあ、若干ヘッドスピードも少し上がりますね、はい、これはどういったところがさっきのと違う感じですか、うん、これはアッパースイングをちょっと強め、体が左にノーマルに移動していくっていうよりも下半身は移動していくんですけど、右のためを強くしてより頭を右サイドに残したまま腕が大きく振り抜けるアッパースイングの意識を強くする。大げさに言うとこういう感じですね。そう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 、こういう感じが強くなる。そう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 ってなってくると、アイアンの場合は左上から下にこうダウンブローを強めに打っていったイメージに対して、ドライバーに関しては体を右に残して下から上に動く動きを強めているので、この両極端をすると真逆のスイングをしているような感じ。こっち側でこう強くダウンにするのか、はい、アッパーに行くのか、はい、ただ全く一緒の動きをしているのは腰から下の動きは全く一緒。ここ間違えないでいただきたいのが、ダウンブローのイメージは皆さん多分同じでいい下半身の使い方をしていけるんですけど、アッパーってなった途端にこういう風に下半身まで右に残してしまう。これは同じアッパーで打とうっていうイメージを持った時に余計ダフってしまったりとか、めっちゃ右にプッシュしてしまうっていう原因になるので、頭を右サイドに残してこう腕をしっかり伸ばしていくのはいいんですけど、下半身に関してはしっかり前にダウンブローの時と同じ動きをしていくのが理想。わかりました。皆さんこれで今日はっきりしましたね、はい、ドライバーとアイアンスイングは基本的には一緒。そうです。何もこう個性を出さずにノーマルに打っていく場合は全部一緒。一緒。でもダウンブローを強めるのか、うん、アッパー軌道を強めるのか、うん、それぞれによって多少やっぱり変わってくると。でも腰から下の動きは変わらない、うん、はい。だから天ぷらとかよく出る人はダウンブロー強いんですよ。天ぷらってこう真上に上がるからこう上げるような動きが大きいかと思うんですけど、天ぷらってこの上に当たることが天ぷらなので、ダウンブローに打てば打つほど天ぷら出やすいので、天ぷらが出てる人はダウンブローが強いんだなって思いますね。あ、こう当たっちゃってるとこですかね。そう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 、こういう風に当たっちゃう、こう当たっちゃうので、こう当たると絶対天ぷら出ない。ボールがすっごい上がりやすい人とか、天ぷらとかこうブーンって吹き上がるような球を打ってる人はどうしても低くボールを打ちたいので、低く打ちたい低く打ちたいっていう動きはダウンブローなので余計それを増してしまう。こういっちゃうってことですね。そう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 。なのでボール高く出る人は逆にアッパー強くするとボールは回転数が少なくなって上がりづらいけどランがすごく出る。でも今のドライバーの特徴としては高弾道低スピンなので、うん、アッパーに打ってもボールはしっかり上がるし転がるので、その特性を利用するとしたらドライバーはアッパー気味に入れるイメージを上半身だけですよ持つ。下半身は全部一緒で、アイアンはもうダウンブローダウンブローダウンブローです。ダウンブローね、はい。これで解決しました。解決しました、はい、なので皆さん一緒だけど違う部分はどこなのか理解して、違いで特徴を出していくとよりいいショットが出るかと思います。ぜひ試してみてください、はい。